皆さんこんにちは、とんわりあらたです。今日はですね、みんな大好き、レチノールのお話になります。今季、今期もうね、あの話題といったらこの2つですよね。1つが、聖堂エリクシールレチノパワーリンクルクリーム。そしてもう1つが、ドクターシーラボエンリッチデュオセラムです。どちらも今季すごく話題で深掘りしてくださいということが多くて、特にエリクシールはですね、さらにパワー したのでそこら辺もちょっと深掘りしていきたいなと思います。 では早速こちらのエレクシールのレチノパワーリンクルクリーム何がすごくなったかというとですね全層にアプローチするっていうことと浸透を良くしたっていうことになりますもともと資生のこの純粋レチノールっていうのはですね日本で唯一シワ改善と明記していいっていうことが決まっているレチノールなんですねこれなんでかっていうとやっぱりレチノールって刺激があったりとか不安定だったりとかっていうことがあるので別種規格って言うんですけれども化粧 商品の評価みたいなものがあるんですがそれをこう安定性だったりとか刺激性とかそういったものもないように全部試験をクリアして出したのか資生堂さんしか今のところないんですねなので同じレチノールって書いてあってもシワ改善っていう風にきちんと明記できて予約、えー、部外品が取れるのは実は資生堂さんしかないんですそんな純粋レチノールが入っているのがこのエリクシールのレチノパワーリンクルクリーム S です今までシワ改善の三大成分と と言ったらもちろんレチノールニールはナヤしンアミドだったんですがレチノールとしてシワ改善が言えるので前からかなり人気を求めやすい価格とドラッグストアでも買えるっていうところで結構皆さん使っている方多いと思いますこんなにいいものどういう風にバージョンアップしたかっていうとですね資生堂さんってシワを研究しているんですねもちろん当たり前なんですがシワができやすい人できにくい人でいろいろ見ていくと年齢が高くなるとシワって深くなるじゃない ですかこれってただ単に年齢だけなのかなとでも年齢がいっても意外とシワが深くならない人もいてもちろん紫外線とかっていうところも大きいんですがそれ以外に何かないかなっていうふうに見たところ角層が硬くなっていくことによって。 で例えば表情とかでねこう動くじゃないですかその振動が柔らかい人に比べて何倍もこの神秘といってコラーゲンとかエラスチンがあるところに振動がかなり強く伝わるっていうことを見つけたんですねその振動が深く伝わることによって神秘にあるコラーゲンを壊す 酵素の活性を促してしててまう,っていうことこが分かってるんですよコラーゲンっていうのもやっぱり生まれ変わっているので分解されてそれがまた新しいものに再生されてっていうことになるんですが角層が硬くなって刺激が加わることによってコラーゲンの分解酵素だけが働いてしまうことになるのでどんどん壊されていってしまうっていうことになってそれによって角層が硬いプラス神秘がコラーゲンとかが少なくなるので弱まってそれでシワがドンと深くなっていくっていう と,いうところを見つけたんですね レチノールっていうののは表皮の水分量もアップさせるしあとは神秘のコラーゲンとかラスチンの酸性も促してあげるんだけれども角層が硬くなっちゃうと表皮はいいんですけれども神秘のコラーゲンを一生懸命ね作っていたとしても逆に壊す酵素がたくさんになってしまうと追いつかなくなるわけじゃないですかなのでレチノールせっかく入れてもあんまり効果なかったよって感じることがあるんですね。なので資生堂さんは今回角層を柔らかくするっていう成分を を追加したんですねそれがどんな成分かっていうと3つの油分の成分で作られていますちょっと長いんでねアジピル酸ジ、クリゼリル、コンゴ脂肪酸、エステルっていうものヒマシ油 もう一つがジ・ピパリン酸トリプロピレングリコールっていうもうちょっと舌を噛みそうな3つの油分を配合してプラスアルファそこにねまあグリセリンだったりマヨナラエキスっていうものも加えているんですが基本的にはこの3つの,あの油性の成分を組み合わせることによって角質を柔らかくするそれによって角質が硬い人は柔らかい人に比べて40%も圧がかかりやすいって言われているので神秘にそれを軽減して圧がかかることによってコラーゲンの 分解酵素がこう更新するるのを抑えててくれるっていうことになってるんですねなので今までこレチノール入れてても効きが悪かったなっていう人はもしかしたらそのののの角層の硬さっっってててていいいううが起こってきてるのかなっていうふうに思いますちなみにこの角層の硬さっていうのはもちろん年齢もいったらなるんですけれども乾燥だったりとか紫外線でもなるのでもちろん紫外線対策とか他のスキンケアもすごく重要なんですね。じゃあ角層柔らかくなって神秘のねケアもできるようになったなだけでは実はないんですよ。角層の 柔軟化をさせることに3つの油分ね使用性の成分入れたって言ったじゃないですかそれにもポイントがあるんですね柔らかくするだけだったら油のね成分じゃなくても他の成分でも良かったと思うんですがあえて油分の成分にしているっていうのはレチノールの浸透を良くさせてるんじゃないかっていうふうに私は思っています というのもレチノールっていうのは油に溶けやすい成分なんですね。なので製剤としても油の中に入れておくのが安定化されるんですけれども肌の表面に油性の成分が最初に行くとですねより油が多い場所に行こう行こうとする性質があるので角層を油で柔らかくしていくとそこにねめがけてレチノールって行くようになるんですね。なので角層を柔らかくするっていうので油分を入れていると思うんですが3つのプラスアルファこれにはレチノールの浸透を させててくれるるっていいうう効果も期待でできるんじゃないかなかと思うので角層を柔らかくしてそしてレチノールの効果をね高められるんじゃないかって思っているので今までちょっとすごい評判いいけど微妙だったよなって思う人も今回はより浸透感だったりとかダメージ軽減でシワの改善っていうのを流してくれるんじゃないかなっていうふうに思っています。 続いてこのシーラボのエンリッチメディカルデュオセラムなんですがピュアレチノールがしっっかりと入っています実はシーラボさんってジョンソンジョンソンっていう製薬会社の傘下に今なってるんですねジョンソンジョンソンって昔ロックっていう化粧品があってそのロックっていうのがやっぱりレチノールを世界的に先駆けてね研究してお化粧品にしたっていうのがあってそのロックの研究者の人がシーラボさんのレチノールの研究に携わってるっていうのを聞いているので、まあこんな のレチノールも間、まあ、間違いないレチノールなんじゃないかなと思っていますこちらデュオセラムって書いてあってデュオっていうのは2つっていう意味ですよねなのでこれ見ていただくとわかるんですが上がオイルの層になっていて下が美容液の層になっているんですね2つの美容液が入っているんですが普通に置いておくと分離した状態になっているんですねこれを振ると一つの美容液になってそれを使っていくっていうようになっています 上のオイルの層にピュアレチノール下にはですねビタミン C が入っているんですねなんでそんな面倒くさいことしてるのって思うかもしれないんですが実ははビタミン C とレチノールってめちゃめちちゃゃ相性はいいんですよ一緒に使うことで、まあ、コラーゲンの酸性とかも促してくれてハリ感とかツヤ感に貢献はしてくれるんですけれども pH がちょっと違うことによって一緒にいるのはあんまり好きじゃない。 肌の上に乗って一緒に働くことはできるんですが製 中に置いておく時には居心地が悪いようになっちゃうんですねというのもビタミン c っていうのはアスコルビン酸じゃないですかだから酸性なんですよなので ph も酸性よりなんですけれどもレチノールっていうのはどちらかというと弱アルカリなんですねなので弱酸性と弱アルカリってやっぱり一緒にいると喧嘩しちゃって安定性が悪くなっちゃうだからこそ通常はビタミン c はビタミン c の美容液レチノールはレチノールの美容液っていうふうに分け けてるんですけれどもシーラボさんはなんとかそれを一本にできないかっていうことを考えて独自の処方でオイルの層にはレチノールを入れる美容液のところにはビタミン c を入れるビアビタミン c ではなくて a pps っていうところもポイントで a pps だとピュアビタミン c よりはペハが喧嘩しないんじゃないかなと思ってるんですねなのでオイルの層と美容液の層を分けて直前にこう混ぜ でそこから使うっていうところが今回の味噌になっていますこれはさっきのあのエレクシールと違って全顔に届けられるっていうことになっています乗せた時には美容成分はね水溶性のものは一定やっぱり油がちょっと膜を張るじゃないですかそうすると肌が油っぽくなっているところにやっぱりレチノールがいるとより浸透も良くなると思うんですよね2層にしているっていうのはレチノールとビタミン C を共存させるっていう意味でもそうですけれどもレチノールをちゃんと肌 に届けるっていう意味でもやっぱりこのオイルの層って必要なんじゃないかなというふうに思いますシワ改善というふうには歌えないんですが全体的なハリ感とかツヤ感っていうものを出すにはかなりいい美容液なんじゃないかなっていうふうに思います どちらも本当にレチノールの使用性っていうものを考えて作られた製剤になるんですが裏技としてはクリームを塗った美容液を塗ったその後にジェルっぽいスリーピングマスク例えばラネージュとかのスリーピングマスクあれ結構水っぽいかったりとかあとシーラボさんだったらあのアクアコラーゲンゲルみたいなものありますよねああいうものをちょっと重ねると表面が水っぽくなるじゃないですかレチノールっていうのはあんまお水好きじゃないんですね表面水っっぽくなってるから 肌の方がより油っぽいから肌の方に逃げていこうとするのでこの2つだけでも浸透かなりいいと思うんですがより効果をもっと浸透させたいっていう場合はこの2つを塗った上にジェルっぽいスリーピングマスクだったりとかオールインワンみたいなのをちょっと塗ってあげるとさらにいいんじゃないかなと思うので裏技として使ってみていただければと思います。 はいということで今日は注目の最新レチノール美容液を2つご紹介しましたどちらもやっぱりレチノールをより肌にね浸透させる技術っていうものそしてどういったものと一緒にした方が効果がまた増してくるかなっていうのをしっかり研究されて開発されてる商品だなと思って今回も素晴らしい商品だなっていう風に感動しましたちょっとねレチノール使ってみたいよっていう方はどちらもあんまり肌にね刺激は出ないタイプだと思うんですけれどももし心配だったらまず1回目塗ってみて赤みがあったら23日置いてからまた 塗ってみるっていう風に試していただければいいかなと思いますということで今日の内容良かったよという方はですねグッドボタンを押していただいたりチャンネル登録していただけると嬉しいですではまた次の動画でお会いしましょうさようなら